これはどういうことになりますか。あ、これどう見ても鈴代さん一家じゃないですか。しかもこれ日付が20年前だった。あ、これうんころさん伝わっちゃった。あ、日本人のこのビデオテープ。ああ、それはこの山の本質、この山の正体だ。こいつはただの失踪事件なんかじゃない。とんでもなくわけのわかんねえ何かなんだ。いいか、この世界がどのように成り立っているのか、おめえみたいなノータリンブスでもわかるように解説してやる。ここが日常だ。その周りを非日常が取り囲んでいる。災いや病、狂気、犯罪、これらの非日常が我々の日常に入り込んでくる。ここまでは現実と捉えてよいだろうな。この外側、ここだ。ここを何かが取り囲んでいる。この境目もしばしば犯される。俺たち刑事はずっとこの辺にいるもんだから、時々その一端を垣間見たりする。わかるな、ブス。だがごくまれに何かが一足飛びに日常に入り込んでくる。これこそが異物なんだ。片栗君、ということは空中に浮かんでた渦、あれが異物っていうことなんでしょうか。あ、いや、人を急ぐな。このコップ、これを現実としよう。最も離れたこの部分とこの部分、これらをくっつけようとすると、これを裂け目と呼ぶ。裂け目と呼ぶ。裂け目と呼ぶ。聞いた、宮原さんの話。健人君ね、失踪中なんでしょ。去年寝たのにキャンプに行ってた。さゆりさんが亡くなったこととも関係あるのかしら。さゆりさんってあのオンネルさんの。そう、知らなかったわ。知らん。さゆりさん先日亡くなったの。警察も来てたらしいのよ。あ、そう、警察で、まさか。思い出したくもないわね。いや、でも最近見かけないわね、あの刑事。そうね。いや、またあの思いしたくないな。ねえ、また来るのかしら。ね、ちょっと待ってって。怖かった。ちょっと待ってって言ってる。違いない。新種のズラ型宇宙人が。宇宙人？
僕にはビッグフットに見えたけどな、佐紀くん。名前を言っちゃダメじゃないか、富山くん。お前らな、お前らと遊んでる暇はないつの。それにたとえおもちゃでも銃を人に向けちゃいかん。募集ほら帰る、バカだけど。いいから出てけ、ほら、いいから。あいから大丈夫、街中がパニックだ。それに鈴代の家も。鈴代ちょっとすいません、ちょっとすいません。僕らが出した結論は、ある種のワープホール、もしくは NASA が開発した物質転送装置、もしくは転送。ああ、宇宙大作戦。スタートレックだ。行って。アクションだね、あんた。どうも、西島さんですよね。私、上川署から来ました、小野田と申します。この度は突然お邪魔しまして。なんか刑事さんだって。はい。何のよ。実はこちらのパンフレットのことでちょっとお伺いしたいことがありまして。もしくは24世紀の未来に開発された4次元トンネルと関係しているとも考えられる。それって青い猫型宇宙人のことかい、セフ君。あ、徳田先生。あ、入らないで。何してんの。いや、もういいですよ、どうぞ。徳田先生、何を。いや、なんかわかんないんですけど、捕まえちゃいました。おぉ。なるほど、あれが町中に。もう、わけわかんないことばっかで。これってもしかして鈴代さんのところにありました。ええ。どうしてそれを。やっぱり。もう頼みますよ、時田先生。何か知ってることあったら教えてくださいって。いや、それを聞いてやっと僕も繋がったんです。いいですか。ここが現在の鈴代家です。この上に当時のソイル村の地図を重ねてみますね。これってもしかして。そう、例の目隠し男が現れた蔵です。つまりこの2カ所には何らかの関係性があると。ああ、富山くん、セック君、君なしではでね。はい。まだ続きがあるんですけど。こちらのパンフレットを担当していたのが西島さんだったんですよね。ソイル、あ、ソイルね。これは建設する前の企画書だな。この写真なんですけれども、こちらのご家族は今どちらに。
やっぱりリアクションいいわ。この夏みんなね、もうシャレが効かなくてね、マグロみたいでつまんないんだよ、もう。あの話を続けてもいいですか？話って？こちらのご家族。あ、これは家族でも何でもないよ。これモデルだよ、みんな。モデル？確かね、みんな同じ事務所でね、設定もいろいろ考えてね、父親が音楽やってて、母親が演芸が趣味だったかな。それでね、この娘がね、そう、これが後から芸名を変えて演歌歌手になったんだよ。よし。ということは、その家族は存在しないと。だってこんな幸せを絵に描いたような家族がいると思う？ちょっと考えればわかるでしょう。理想なんだよ、みんなの。された遺跡をもとに僕が作った縄文時代の集落の推定図です。見てください。これって当時生贄の儀式が行われていた場所だと思われます。富山くん、関くん、やった脱出だよ。よかったよ富山くん。先輩、と思ったらやっぱりクソ双子のお出ましかよ。クソのついた逮捕状でも持ってきたか。鉄服からさっさとよこしやがれ。これ以上クソのために労力を費やす気はない。晴れて自由の見た。誰気兼ねなクソができるな。だったらこのバキュームカーから降ろしやがれ。
我々はソイルは見放すことにした。これは決定事項だ。なんだと？裂け目が、境界が広がりすぎたのだ。お得意のクソバエ叩きで地道に潰してたらどうだ。100年もあれば足りるだろう。あのクソガキ、宮原健人を野放しにしすぎた。奴はシステムに気づいてしまった。だから循環を待つことにしたのさ。放っておいてもいつか全て元に戻る。朝飯はクソと混ぜた納豆か。口が臭すぎて何を言ってるか分かりゃしねえ。もともとここの土は腐っている。クソだ、横島のクソだ。この巨大なクソは一度流し去るべき。それが我々の見解だ。水洗便所みたいに渦を巻いてな、こう。循環話は便所の話なんざ間に合ってる。だからさ、一度流した便所はまたきれいになるだろ。まるでクソも何もなかったかのように。その便所の水洗レバーがあのクソガキってわけか。かもな。で、話は終わりか。全ての元凶はあの場所だ。ガキもそこにいる。関係ねえな。さっさと下ろせ。もう俺に用はねえだろ。あるよ。お前は笑いに来たんだよ。なるほど。ということはつまり鈴代さんたちは存在しなかった。ええ、私が思うに彼らこそが異物の元凶だったのではないかと。異物ね。一ノ瀬先輩、これ一ノ瀬先輩、ひょっとしたら、これはあくまで推測です。この辺りには縄文の頃から大きな集落があり、異物を呼び込んで行進を行う神聖な儀式が行われていた。その異物を取り込む儀式が今でもこの土地に影響を及ぼしていると仮定します。ここまでいいですか。もし蔵に現れた例の目隠し男が縄文時代の人間ならば、彼は時間や空間を飛び越えたことになる。では今回の場合はどうでしょう。今度の事件で私たちの前から誰が消えましたか。鈴代家の3人と。ああ、彼らは現代のソイルでは存在しないので除外します。じゃあ一ノ瀬先輩。一ノ瀬さんも時間や時空を飛び越えてどこかで生きている可能性は大いに高いと思います。じゃあ意図的に裂け目を作れば。一ノ瀬先輩戻ってくるんですか。戻ってくるんですね。 あくまで可能性です。あーし、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 こねー、やいバカだくり。僕のスペースガンをどこへ隠した。スペ、何？僕のあったか。飛び歩くのがないんだ。ほら、出せ。あのね、君たち、僕たちは今とっても大事なね。ああ、僕のスペースガン、あった。あったよ。よかった。片栗十三。うるせえな。
んでよこしたか。いや、いや、まさか。何か心当たりでも。横井さんは何をする気なんです。もしかしたら宮原健と打つかも。そんな。そうだそうだ、みんなうちの中でマスでも書いてろ。てめえたちはクソだ、ぶちクソだ。表面だけ幸せそうなふりしたってそのまますぐに剥がれちまうんだよ、このコーヒーのクソが。この山の本当の原因を教えてやろうか。てめえたちだよ、てめえたちが作った上辺ばかりのこの町はいっぱいいっぱいって悲鳴上げてんだよ。だからよ、俺がとびっきりでかいな、お見舞いしてやっから。なんかいやらしい響きじゃないか、エセフ君。そういう不真面目さが君の探求眼を鈍らすんだよ。意図的に裂け目を作る方法きっとあるはず。それさえ見つかれば。って君たちは帰りなさい。人のクズラが探求人め、異物が来るぞ。裂け目が大群に襲ってくるぞ。来るぞ。
代家。攻撃か、あるいは温暖化の影響なのか。次はあなた。